こんにちは、92の阿部春樹です。はい、そうですね、一言で言うともう最高でした。はい、まあ、もちろん僕個人としては悔しさもありますけど、ただ大会僕1回目から出させていただいてて、本当にこう年々、まあ、協賛の企業の皆様とか含めてグレードアップしていって、本当にまあ、この場に立たせていただけるのがありがたいなと思うぐらい最高な空間でした。ありがとうございます。そうですね、本当に予選がまずこう長期に渡って1ヶ月、まあ、2ヶ月、3ヶ月、3ヶ月間の大会っていうのが、まあ、大きく違うところだったなとは思うんですけど、やっぱりその中での準備をどうするかとか、そういう大会だけではなくてその準備期間も含めた、まあ、自分たちのその技術の向上になったりとかしたところっていうのもすごく、まあ、前回とは違った点かなと思います。思い出に残ってるシーンは、予選の時ですかね、第 2回目の予選の時に、まあ、やっぱりそう広島から自分 のところで働いてたスタッフも出てたりとか、やっぱその負けられない戦いみたいなところが結構僕の中では予選会の時にはすごくあって、やっぱそこで名前を呼んでいただいた瞬間っていうのは、まあ、自分の中でもこう少し肩の荷が下りたというか、まあ、安堵というかよしという気持ちになれたので、まあ、すごく自分の中では思い出に残っている瞬間ですね。理由もう僕もいろいろスポーツをしてきたりとか、まあ、小さい頃からその競技というものとかにはすごく出てたんですけど、なかなか1位っていうのをですね、僕も取ったことがなくて、せっかく自分が始めたこの靴磨きというので、こう1位を取ってみたいなと思ったのが、まあ、出るきっかけですね。そうですね、まあ、同じ理由ももちろんありつつ、ただやっぱりこう、まあ、自分が始めた時に比べるとたくさんの方々がこう靴磨きというものにこう参加をしていただいているので、もう業界を盛り上げたいとか、まあ、自分がこう表に出ることによってちょっとでもこう靴磨きをやりたいなって思ってくれる人たちが増えてくれたら嬉しいなという思いで、最近の大会は参加していることが多いかなと思います。はい、本大会もですね、応援、たくさんの応援いただいてありがとうございました。まあ、そうですね、僕だけではなくて、この靴磨き、そして革靴の文化というのはですね、本当に、まあ、今こうスニーカーとかが流行ってたりとかするので、こう難しいという方も多いかなと思うんですけど、でもやっぱりやっぱとても、まあ、素敵な文化だと思いますし、こうやってたくさんのですね、若い人たちが盛り上げていってるので、ぜひ、一緒になってですね、こういう革靴を磨く文化、広げていっていただければ幸いです。本当にありがとうございました。